ブンブン、ハロー YouTube、 どうもマサルです。今回はヒカキンやカズチャンネルのカズさんなど有名 YouTuber が iPhone X を使うのをやめてしまった理由についてご紹介したいと思います。その理由なんですが、ヒカキンさんもカズさんも二人ともマスクをつけた際に顔認証が通らなくなるというのが一番の理由です。 iPhone 8以前のモデルであれば指紋認証が搭載されているためマスクをつけているかつけていないか関係なくロックを解除することができるんですが、 iPhone X の場合は顔認証が通らなくなると指紋認証が使えないためいちいちパスコードを入力する必要があります。ということで iPhone X はマスクをつけてしまうと全く使い物にならなくなるということで、ヒカキンさんもカズさんも iPhone X を使うのをやめたそうです。またカズさんの場合はゲーム実況にも iPhone を使われるそうなんですが、その際に iPhone X の場合だと縦長ディスプレイになったことで画面を録画した際に表示エリアが細く映ってしまうというので、やはり iPhone X はゲーム実況にも向かなかったそうです。来年の iPhone の話がちらほら出てきましたが、マスクをつけた状態でも簡単にロックを解除するようにするためにはやはり指紋センサーの搭載が必要だと思います。iPhone X のようなデザインで指紋センサーを搭載する方法というのは3つあって、まずは他のスマホのように背面に指紋認証センサーを搭載する方法、そして Xperia のようにサイドボタンに指紋センサーを搭載する方法、最後が以前から話のあったディスプレイの中に指紋センサーを埋め込むという方法です。このディスプレイの中に指紋センサーを埋め込むという方法はすでに実現していて、 Qualcomm などが製品化されています。今画面に表示しているのがディスプレイの下に指紋認証センサーを埋め込んで実際に認証をしている様子です。このように実際にディスプレイの下に指紋センサーを埋め込んでも全く問題なく認証ができていることがわかります。海外の人はほとんどマスクを使うことがなく、マスクをつけた状態で顔認証が通らないという問題は日本人特有の問題かもしれませんが、この問題が原因で iPhone X を買わないという人が増えてくると、もしかしたら来年の iPhone では指紋センサーが復活するかもしれません。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。